急に Wi-Fi が仕事してくれないじゃん。いけた。やばい。バルス、バルスでツイッター動かなくなる。嘘でしょ。ロックさん、ロックさん似合う、ありがとう。似合う。やばい、ロドスちゃうで。金友さんお疲れ、ありがとう。 Wi-Fi がバルスされてる。あー CM、 あー CM に生かされてる。やりました。ちょっと焦ってたけど、終わった。一瞬。え、ラピュタって23時39分までやってくれるの？天才じゃん、天才じゃん。ん、 Wi-Fi がバンされました。もしかしてバンされた私。エビフライ、皆さんこんばんは。今日はメガネでお送りいたしております。メガネでお送りしております。23時39分まであるのがロングの時のシータくらいの長さって面白い。え、そう、え、お台場ってどこ？え、お台場って何？お台場ってどこ？お台場は私があの山台と階段の間にある踊り場っていうところをお台場って呼んだのしか頭ない。キラキラ金曜日でした。お疲れ様です。こんばんは。お台場ってどこなんだろう。そう、 HADO、 なんて言うんだろう、ハド、ヘイド、ハ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 ドなんだ。23時過ぎたから寝たかと思ってた。ギリギリ起きてたギリギリ起きてた。フジテレビのあるところ。フジテレビが分からん。ティフの場所、やばい。ティフの場所やばい。え、波動、波動の賢者ルカリオ。え、オータムカップよろしくお願いします。ゆりかもめで行けるところ、どこ。自由の女神もあるの。そう、お台場の上に立って踊るんだよ。そう、お台場で踊ってます。え、レインボーブリッジあるの。私レインボーブリッジが大好物で、私にとりあえずレインボーブリッジを与えとけばなんとかなりますよ。皆さんなんとかなりますよ。メガネのかけ方、髪の毛下ろしてる時のメガネのかけ方わかんない。やばい来た、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 来たんちゃう、来たんちゃうの。ちょっと言葉遣いが荒いな今日言葉遣いが荒いな私今日。観覧車のガンダム、え、目覚ましテレビの本拠地わかんない。リコちゃんはどんくらい目が悪いん。ここからで読めないぐらい。やばい、来た来た来た。え、もうバルスされた。ん、まだか。あー焦った。お台場行けるの嬉しい。まだだった、頑張る。IQ マイナス4マイナス4です。チュールチュールチャオチュール。いや、バルス、バルスって言いたい。バルスって言えるかな。え、そう、サーヤン、そう、サーヤンとペアですごいドキドキしてる。
やばい、バルス、もうちょっとでバルス、あ、マイナス4でそっちか、マイナス、あ、でもコンタクトは 3.5 だけど、あんまり合ってない。クロミちゃんだった。研究生強そうだよね、ピチピチだもん、ピチピチだもん。こんばんは、こんばんは皆様、こんばんは。私も、私ゼロなんだよ、運動音痴だからさ。あ、何今コンタクトだとあんま見えてない。いや見えてるけど、なんか左目が悪いんだよね私、横になってなんかスマホとかいじるからかな。特訓しような、特訓するの、うん、ムスカ大佐、ムスカ大佐、今日のリコチ知的ですか、お姉さんって書いてたよね誰か、私ちゃんと読んでますからね。私運動頑張るよ、こうやって頑張って、私だって筋トレ頑張るんだから。ムスカ大佐だ。帰国子女感が出てる、ちょっとメガネかけようかな、私帰国子女に憧れあるのでメガネかけようかな。フライングバルス、バルスって調べたらもう出てくるかな。ハッシュタグバルスまであるんだ、え、もうバルスなの、焦った。バルス、もうちょっとでバルスかな、やばい、もうそわそわしてるの、これが、これが、これが怖くて、このバルスに汗汗してる。ゴミのようだ、言われたいの。え、ツイッターのサーバー飛んだんだ、世界のトレンド1位になるの、いつもすごいね。うちの猫ちゃんです、メガネ。リコチの丸メガネ可愛すぎて、目が面白い。お話会ありがとうございました、ありがとうございました。あ、頑張れ、パズーいいよね。40秒で支度しな。え、結構私ラピュタは結構見るよね、みんな結構見るよね。わ、すごい悲しいよね、うん、タイミングを測っている、リコチはタイミングを測っている、ハッシュタグリコチがいいんだよね。サーバー破壊したのかなって、もう破壊された、もう破壊されちゃったかな。新一さんだるまありがとう、韓国風、そう韓国、シーターだって、滅びの呪文、もうバルスです、もうバルスです。あ、ちょっと荒れてるな今日、ちょっと言葉遣いが荒くてすみません、うん、9月10日よろしくお願いします。メガネリコチ秀才に見えると、秀才です、秀才ですから、秀才です、あ、うわ、秀才です、よいしょ、できた。あ、コメント、こんばんは皆さん、リコチが世界の中心で
バルスを叫ぶ、なんかさ愛を叫ぶみたいな、なかったっけ。今14位なの。あ、やばい、なんか来そうな予感じゃない。サイン会もよろしくね。バルスです。人がゴミのようだって言ったよね。もう多分ここら辺で言ってたもんね。でもムスカ大佐とかさ、なんかルパンにも出てこない。まだまだ焦るなよ。やばい、怖いよ、来るかな。バルスっていう言葉を考えたのもすごくないか、宮崎駿監督。私はもう英語しか勝たない。英語が得意だけど英語がなかったのでちょっと残念です。でも英語全然私もう勉強してないのできっとできないだろう。この石をしまってくれ、わしには強すぎる。知らない。あのおじさん、もしかして洞窟でなんか一緒にパン食べたおじさんみたいな。一緒には食べてないけど。あと2分、なんでそんな知ってるの。こんばんは、メガネの影。確かにメガネの、メガネの影。頑張れ、裸足であんな走れるのすごいね。トトロ、あなたトトロいてる。ジブリの食べ物おいしそう。 CM がちょっと、CM がすごくすごく散らしますね。私はずっとツイッターの、あの持ってもう、あのバルスの画面で止まってるのに。引っ張るね。最近映画見に行った。もう映画館行けてないですね。ぴょちゃんと五等分の花嫁の映画を見に行こうって言ってからもう全然行ってない。全然行けてないです。唐突なトトロ。粗品さんのさツッコミって面白いよね。唐突なトトロ。ワンピース見ないな。え、どうだろう、どんな、え、映画やってるの今ワンピース。知らないかった。タッキーくんさん、いえ、ありがとう。バルスタイム真っ黒クロスケになるかな。それは冬美だるまありがとう。キオニーも線香花火ありがとう。ディズニー映画いいですね。あー、レッドってワンピースのなんか見たあれでしょ。あれ違うか、あれは違うか。あのさ、お兄ちゃん誰だっけ、エースが、エースがさ、あれはなんなん、エースがバルスするのは、エースがバルスするのは何なん。私ちょっと悲しかったんよね。なんか流れてきて悲しかった。エース、トトロ、え、だよね、エースだよね、エースだよね。あ、バルスはしない。よかったよかった。パズーは今はルフィで海賊続けてる。そんな、そんな世界線なの。あ、15分配信ありがとうございます。あ、負けた。中の人かが声優の話か。そうなんだ、いい声だなと思ったのよパズー。そうなんだ、すごい、さすがです。もうちょっとなんじゃないの。今日何万人の人がバルス、え、1億人は軽く超えるよね。ねえ、待ちきれないよバルス、バルスが待ちきれないよ。来た、せんで
シータと二人きりで話がしたいがきっかけ。面白い。 Q ワード台本とかに書かれてある QW。 何度でも蘇るさ。すごいよね、銃さばき。次は耳なんでしょ。ようやるわ。はず。ムスカ大佐はさ、足とか打たずにさ、ちゃんと髪の毛だけでさ、ってくれるなんて優しいよね。3分待ってやるが来る。オッケー。来た。すごい。やば。そんな待ってくれるのすごくない？横顔恥ずかしいな。何度目の何度目のラピュタが聞こえていないだろう。庭沈みまた登る。いいわ。いいわ。こんばんはね、皆さん。やばい。ハスはほっぺた打たれとる。凍えすぎて何も聞こえんけど。ツイートしたの？面白い。山口県の近くね。ロボット兵岩にぶつかって壊れてたの？岩弱岩じゃなくて弱、間違えちゃった。あ、よかったね。あのおばちゃんたち、バルサミコス、おかしいな。え、すごい崩れていって、待って、ここだけは残るんだ。そっか、中に大きい大きい飛行石が埋め込まれてるね。そっか、何回目のラピュタだろう。10回とか超えてるよね。超えてるもん。はじめまして、こんばんは、バルス。すごい、バルス。
じゃもじゃしてるね。バルスしたこと、私STU に入ってバルスしたことない。しんいちさんハートありがとう。エンディング曲バルス、あよかったね。もひゃもひゃバルス、バルス、アンドーナツさん、イエーありがとう。え、さやね、すごい。すげえ、さやねさん。ロクさん、花束ありがとう。バルス。すげえ。ナイスバルス。わあ、もうツイッターのトレンド見てみよう。ハッシュタグバルス、メガ滅びの言葉、ロボット兵、すげえ、すごい、天空の城ラピュタ、バルス、ロボット兵、パズーとシータ、ナウシカ、滅びの呪文、メガドーラ50歳、あなたトトロすごい、あるすごい、すごい、すごい、ほんとだ、みんなバルスしてる、みんなバルスしてる、すごいね、え面白い。ムスカの範囲は40秒で支度できる子に3分も与えたこと、それが範囲だ、面白い。こんばんは皆さん、こんばんは皆さん、バルス、あードーラ50歳、ドーラ、んキラキラ宝石メガネです、メガネです。ムスカ大佐はほんと名言おじさんだよ。来た来た、私大好きこれ、小学校の時合唱したよね、だから覚えてるもん。なんか父さんがくれた熱いおでんみたいな、ミャ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 、すごいあの眼差しなんか父さんがくれた熱いおでん、母さんがくれた熱いおでんみたいな、そう替え歌がありました。そう、え、そうなの
なんだろう。父さんがくれた熱いおでんだよ。母さんがくれたあの、なんだったかな、おでん、わかんない。思いとさ、思いがおでんで、なんか靴下だったかな、あの靴下、うん、違うな。あれ、伊藤博士アイスありがとう、くじまりちゃんとうとうありがとう。水平線、そう確かに。なんでなんだろう、おでん、夫婦でおでんかぶって、あれなんだった。クマッピーさん家ありがとう。そう、母さんが残した熱い多いもうだったかな、おこ残しただったわ。残しただった、多いもうかもしれない。うんうん。何だったんだ一体。お芋、お芋じゃないかな。いやいや絶対あるよ、調べてみよう。もやもやしてるもん。え、とりあえずみんなとバルスできてめっちゃすっきりしております。私は、え、出てきた、ほら、父さんが残した、あ、熱いおでん残しただった。ほらおでんじゃん、ほらね。ロクさんパチパチありがとう。ダチョウ倶楽部さんの鉄板ネタ、あ、え、やっぱり、え、みんな合ってたよ。ダチョウ倶楽部さんってが残した鉄板のネタだって。熱い思い、いい歌よ、いい歌よ。トトロの都市伝説はなんか死神みたいあるよね。死神、残り物のおでん言われた。なんで、なんで、え、終わったのか、もう涙が出た。え、トトロいいよね。私トトロは、トトロはそあるよね。トトロ姉妹には影がないとかあるよね。あとメイちゃんは本当は死んでたみたいな、サンダル見つけたけどみたいな、これメイの靴じゃないみたいな、だけど本当はメイちゃんの靴だったみたいな。ねえ、そうだよね。そっか、え、でも、あ、そうそうそう。しかもさ、なんかさ、トウモロコシ届けるなら会いに来いようなのにさ、なんか、あ、今サツキとメイが笑った気がするみたいなさ、木の上をさ、でなんかサツキとメイが笑ってるやん。え、それ お母さんに会ってないの謎いよね。エンディングで謎にあんだけ会いたがってた。それな、あなたトトロっていうのね。どうどうじゃないか。あなたトトロっていうのね。似てる？これさ、え、でもさ、みんな頑張ったら似れるよね。あなたトトロっていうのね。これメイのじゃない。なんかもうちょっとなんか可愛いよね。え、本物かと思った。似てる？似てる？これメイのじゃない。え、似てる？本当？本当？トトロいたもん。似てる？おばあちゃんのもね、まね。なんだっけ？どんなこと言う？
コーラカンターみたいな。なんだっけ、なんかこんなあるよね。コーラカンターメイちゃん、え、これじゃない、え、これじゃん、これじゃん、メイちゃーんみたいな。こんなんじゃない、メイちゃーん、お父さん、ははは、家に帰るまでがお勉強、お勉強、え、え、え、ははは、家に帰るま、家に帰るまで、あ、競争だみたいな、こんなんだよね。猫バスって喋るっけ、うん、猫バスわかんないよ、寝た寝た、なんかこんなんだよね。糸井さんの真似はむずい。え、糸井さん、父は糸井さんなんだ、そんな低くないかな。え、ははは、家に帰るまでがお勉強だ。なんでこれ毎回言っちゃうの、お家に帰るまでがお勉強。さつきちゃん、清水さらちゃんでメイのバカ、もうメイのバカもう知らない。むず、確かにミッキー感半端ない。ポニョってどんな感じだっけ。ポニョ、ソウスケ、好き。メイちゃん、おばあちゃんしてくれるの、メイちゃん、メイちゃん、メイちゃんだろ。ポニョ、ソウスケ、好き。クラコンのネタ、じゃあこれでいこう、次は。え、あなたトトロっていうのね。え、本当に似てる、これどんな感じなんだろう。さあ、月ちゃんだって。こんなんだよね。さあ、月ちゃん、はーい、さあ、月ちゃんだって、こんなんだよね。似てる。他のジブリで知ってるのはある。千と千尋のカエルのモノマネはできる。え、なんだっけ、うれ、せよだせ、せよだせ。花沢さん出てた。え、どんな感じだっけ。かつおく、わかんない、わかんない。あ、いそのくん。せよだせ、影穴でモノマネ。そんな、私影穴でふざけたら怒られたことがあるのでトラウマです。あの、一応注意されたので、あの、ふざけちゃダメだよって、ちゃんと読まなきゃねって。カツオくんじゃないか、ワカメちゃん、わかんない、どんなやつだっけ。ハクってどんなセリフあったっけ。そう、なんか噛んだら怒られたんだよ。なんかちゃんと読まなきゃダメなんだよ。ユバーバ、ユバーバってどんな、ユバーバってどんなあったっけ。ユバーバって、え、ボウはボウ、みんな。ボウはボウ、ボーが泣いたらバーバが怒るぞみたいな。ボー、あー、贅沢な7人みたいな、あるよね。私はやっぱ、じゃあメイちゃんがうまかったかな。清水さらで影穴やって、あ、清水さらちゃんだって清水さらファンを、あの、喜ばしといて、本当は私でしたみたいな。ボーが泣いたらバーバが怒るぞみたいな、こんなんだよね。そう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 、そう、影穴はそうなの、防災や安全確保の、そうなんですよ。遊んでくれなきゃ泣いちゃうぞ。メイちゃんがよかった、モノマネ似てる、うまいって。やっぱメイちゃんがよかったのかな。あなたトトロっていうのね。どんなセリフあったっけ、どんなセリフがあったっけ。トトロ、
トトロいたもん、本当にいたもん。声優目指せる、これ目指せるかな。カナンタンに追っちゃう、何これ。かこの腕なんか、ん、簡単に追っちゃう、あったよね。しゃちボンも似てた、本当。しんいちさんハートありがとう。あった、同じ。磯野くんガラガラ声、山寺宏一さん。私は山寺宏一さんのあのジーニーが一番好き。ち、これち、わかる。カルシファー、ベーコン、ん、どんな声。ベーコンなんか焦げちまえ。難しい、どんな感じなんだろう。カルシファーってどんな声だっけ。多分いけるんだよな、きっと。私あのカエルがいけるんだから。線を出せ。あ、線を出せ。ベーコンなんか焦げちまえ。ベーコンなんて焦げちまえ。おいら、ん、おいら火の悪魔聞いてるけど難しいよ。おいらカルシファーなんかご本人様があのコツを教えてくれてる。しかもカルシファーとその線を出せの青ガエルって声一緒なんだ、すごい。雨漏りしてる、おいら消えちゃえよ。もっと鼻にかけたらいける。え、ね、雨漏りしてる、おいら消えちゃえよ変わらん、すごいね、ご本人様だった。やっちゃんさん、かわいいってありがとう。ありがとう。顔なし、顔なし。はるるんさん、ありがとう。線香花火、顔なし。あああこれだよね。そっか、昔のドラえもんは。僕ドラえもん、これいけてる。ああああ、ハリーさん似合う、ありがとう。ええ似てるって。顔出しは線のオタク。いける。え、すごいね、某は神木隆之介さん8歳の頃のって、すごいね、すげえ。ドラえもんは真偽、あれちゃん、やっぱメイちゃんかな。セリフ調べよう。あられちゃんみたい。んちゃんちゃ、あ、線の TO。 確かにもうこんなおか、なんか金をなんか溢れ出すもんね。クレヨンしんちゃん、ほほーい、ほほーい、ほらしんのすけだど、似てる、どうかな、ほほーいなんかダンディ、違う、え、メイちゃんセリフ、ほほーい、なんか違うかな。低音なしんちゃんだった、ほほーえー難しいよね、ほほーい、おらおらしんの好きだど、おらし声変わりした面白い。すごい、隣のトトロ全セリフ出してる、ほほーい
よ。いくよ。お父さん、キャラメル。お、ありがとう。くたびれたかい？うん。もうじきだよ。あ、メイ、隠れて。おまわりさんじゃなかった。おーい。あははは。お家の方は、どなたがいらっしゃいませんか？あ、どうも。出た。草壁です。引っ越してきました。よろしくお願いします。冒頭から言ってる。ご苦労様です。どうもありがとう。さあ、着いたよ。わあ。ああ、待って。よっ。メイ、橋があるよ。橋？どうだい、気に入ったかい？お父さん、素敵ね。木のトンネル。あ、あの家。わー、早く。わー、ボロ。違う。わー、ボロ。ボロお化け屋敷みたい。お化け？じゃあ今度隣のトトロ配信しよう。木曜日とかに、木曜日とかにしよう。メイ、見てごらん。ほら、大きいね。クシャンくしゃみしてるメイが。お父さん、すごい木。ああ、グスの木だよ。へえ、グスの木。グスの木あ、あった。ダングリー、うわ、見せて。どんぐり、上から落ちて。カスカスボイスじゃん。こら、母さんが出てくるまで待ちます。おばあちゃんのセリフが来るまでだって。メイちゃんセリフ少ない。あ、シワイさん、イエーイ、ありがとう。あ、メイちゃんと花沢さんって一緒なんだ。え、すごい、よく調べたね。似てるよね、やっぱ。花沢メイ、草壁メイじゃないんだ。は、草やなくて花やったんや。朗読劇しようね、面白いかも。え、したいね。痛い。知恵里さんっていうのか。重里さん、もうこんな時間か。よし、声優オーディションマジで受けよう。リコチ受けたいよね。え、じゃあトトロのセリフ全部読む配信しようね。ね、声の質一緒だよね。そうなんだ。あ、糸井重里さん。うーん、私花沢さんだったんだ。真っ暗だね。真っ黒クロスケ。え、似てない。あ、どんぐり、真っ黒クロスケ出ておいで。さささささ。わあ。真っ黒クロスケさん、いませんか。わあ。さささささ。うん。お父さん、やっぱりこの家何かいる。そりゃすごいぞ。お父さん、お化け屋敷に住むのが子供の時からお父さんの夢だったんだ。うわーっと、大変。わっ、とった、お姉ちゃん。おおおばあちゃん来たよ。わメイ、へへへ、元気だね。おばあちゃんこんなんじゃない。この家を管理されてる
隣のおばあちゃんだよ。応援に来てくださったんだ。さつきに妹のメイです。こんにちは。はい、こんにちは。賢そうな子だよ。こんなに急ぎでなきゃ家の手入れもしといたんだけど。僕ない僕ない。はは、これで十分ですよ。今の気分は田んぼが忙しくて、でも時々掃除はしといたんだ。メイ、手真っ黒じゃない。どうしたの？真っ黒クロスケ逃げちゃった。メイちゃんだけ上手くない？私ごめんなさい、私自分のさ世界に入り込んじゃってて、ごめんなさい。ケンタッキーさん、ハートありがとう。やっちゃん、尊い、ありがとう。おばあちゃんが来た時みんなの反応、来たー、大癖じゃん。ノブおる。千鳥のノブさんおる。ほんとマジよ。あ、来週見るのに。はなかった、嘘。ほほ、え、ドルンドルンルン、ウケーせーん。こんなんだよね、私はなかっぱが知性だったんだよ、実は。花沢さんもできるね。え、じゃあみんな急にネタバレしてごめんね。まこさん、ハートありがとう。音符もありがとう。メイいいんじゃないの？あ、来たよ。あ、みんなお待ちかねの、あ、みんなお待ちかね、メイはそこで待ってな。お魚取りて。おばあちゃん出た。よくこぎな、水が冷たくなるまで。はーい。ん？あ、さっきの何？ご用？母ちゃんがおばあちゃんに。ああ、母ちゃん、何？うん、え？うん、これ何？カンタか？やーい。うん？やーい。お化け屋敷カンタ。これみんなお待ちかね、カンタが来たよ。あ、みんな来たー。冷たち、よーくこぎな、水。